JR 立花駅の南口。今来ているところは阪神バス尼崎市内線の3番乗り場前であります。そこからタクシーがですね多く止まっていて、タクシー乗り場が左手にあるんですが、その上がフェスタ立花の高層になっていて、上がマンション、そして中間のところに医療機関や飲食店、そして事業所が入っているんですけれども、その周辺にもマクドナルドがあり、ミスタードーナツがあって、関西スーパーがあり、尼崎市保健所と私立健やかプラザが南館にあります。今回は気候ながある東側から出てきたんですが、連戦棟が東側は行かず、まずは七幕町2と1丁目の間の道路、左に行くと2丁目、右に行くと1丁目になっていて、その先にファミリーマートがあります。まずは南へと向かってきます。なんといってもこの立花周辺は、まあ、駅前の雰囲気がありながらも、南へ進んでくると一気に住宅地の雰囲気へと変わってくるというのがですね、この特徴なんですよね。そこから曲がる形で進んでいくことになるんですが、そうすると公園が見えてくることになります。公園の南西側に道松福祉会館、2階建ての建物があるんですが、こちらが昭和公園というところなんですね。西側の方がこのように広場になっていて、真ん中にブランコとツインの滑り台、そして奥にコンビ遊具があってブランコ、そして北側にこうやって待合場所があるというところなんですね。休憩場所があるということになります。そして東側の方には公衆トイレがあって、電話ボックスも設置されてあります。ここで左に曲がって立花通りへと入ってきます。その先を進んでくると七松幼稚園があって、そして右斜めになりますが、七松小学校4階建ての校舎が見えてきます。子どもたちの元気な声が響いているんですが、七松歩道橋があるところで右へと曲がって七松小学校の正面へ差し掛かってきます。右手に文化住宅と2階建ての1戸建てが立ち並ぶ中、七松小学校を左に見ながら進んでくると、南七松立ち尼崎市営住宅の方へと差し掛かってきます。1、2号館が5階建てなんですが、3号館建てが4階建てになっているんですね。そしてその先南に行くと4号館があるんですが、東側が5階建てなんですが、右側は4階建てになっているんですね。そしてその2と4号館の間、南七松団地の間の道路から左に曲がります。南七松町へと入ってきたんですが、その南七松団地1、2号館の南側に公園があります。まあ、ただこの公園名がですねないのが気がかりで、もしかすると団地のですね児童遊園かもしれないんですけれどもね。そしてここで右へ曲がり、そこから左へ曲がっていくんですが、ここは左の急なカーブを切ってきます。南七松町に入っていたんですが、もうすぐに西成馬町の方へと入ってきて、左のカーブは切らずにここで左へ曲がることにしました。そうすると右手に西成馬中公園が見えてくることになります。まあ、ここも犬を連れている方がいらっしゃいますので、ここは中には入らずこちらからにはなりますが、橋のようなですねものが中にあって、南側に滑り台、砂場があって、そして動物系の遊具、そして今いる北側にブランコと鉄棒があります。右にそして左に一度曲がりきってきて、その先遠くにはなるんですが、総合医療センターの建物が見えているんですけれども、そこから七松線沿いの方へと向かいます。右手には阪神チャペルセンター、このような十字架が立っているんですが、クリーム色をした3階建ての建物があります。ここで七松線沿いの方へと入ってきて、先を進みたいところではあるんですが、ここは横切る形で東へ向かいます。
その先に天ヶ崎総合医療センターの建物が見えているんですね。西なにわ町は6丁目へ入ってきたんですが、幼稚園がある手前で右へと曲がってきました。左手に特別養護老人ホーム花水木の建物が見えてきて、公園が見えてくることになります。梅の木公園へとやってきました。入ってくると西側にコンビ遊具とブランコがあって、そして待合場所ベンチがついていますね。そして水飲みのできる手洗い水道があって、老人ホーム側がですねこのような広場になっていて、そしてこのように石造りのですねテーブルのついた待合場所があるんですね。そしてこの公園は何といってもこのように大きな梅林が南側の方に植えてあります。ただ残念なことに、その梅の木公園の梅はまだ一輪も咲いていませんでした。少しですね来たのが早かったような感じがするんですけれども、その先を南へ進んでくると左に曲がったところに熊野神社があります。こちらが熊野神社なんですが、右の方に目を向けて、少しではありますが紅梅が咲いていますね。熊野神社を後にして右に曲がり、南向きの方へ進んで阪神天ヶ崎駅方面へと向かいます。左に目を向けるとゴミ箱がついている三角形の公園ですね。その中にブランコの遊具があって、そして待合場所ベンチがついているんですが、そこは行かずに南の方へ、その先を目を向けると商店街のアーケード北口が見えてきました。ここで左の方へと曲がって右手に何和小学校の広大な運動場と遊具校舎が見えてきます。こちらが何和小学校3階建ての校舎なんですが、その北側に実は門があって、天ヶ崎市立梅園幼稚園がこの中に併設されているということなんですね。梅の木公園がある西何和町から何度か曲がってきて東何和町の方へと入ってきました。さらに東の方へと向かっていくと、兵庫県天ヶ崎総合庁舎、いわゆる阪神南県民センターが見えてきたことになります。そして合同庁舎南の交差点へ差し掛かってきて、大きな道路沿いへ右に曲がって阪神天ヶ崎へと向かいます。阪神南県民センターが入っている合同庁舎を後にして、東成場町5丁目の交差点を過ぎて、そこからほぼ南東寄りで進んでいくことになります。右手には天ヶ崎シルバー会館の建物、シルバー人材センター3階建ての建物を通り過ぎます。昭和通りのバス停周辺に来て、右手に播州信用金庫天ヶ崎支店の建物を見つつ、まもなく10軒の交差点へ差し掛かってきます。阪神天ヶ崎駅の西口にあたる北側中央公園に着きました。まあ、小さいながら噴水がですね動いている風景をご覧いただいているんですが、その先には道安律を応援していますというですね天ヶ崎観光案内所があるんですけれども、まあ、その上でですねなんか撮影があるようなんですけれどもね、ちょっとこちらを映すと大変申し訳ありませんので、ここからご紹介することにします。天ヶ崎に緑と青空をという碑があるところなんですが、このように紫を中心とした花が植えられていて、今チューリップを巻いているというところなんでしょうかね。これが春先になると色鮮やかにですねチューリップが咲き誇ってくるわけなんですけどもね、
春が待ち遠しいという印象がするんですが、今回は JR 立花駅南口の方から梅の木公園を通って阪神尼崎駅西口の北川中央公園まで、時間にして48分07秒、距離にして 2.97 キロ、5769歩の364キロカロリー。まあ、その立花駅の方からですね、奈良松線を通って国道2号の方を通っていくとですね、それがちょっと距離がですね、ある増えるか増えないかというところではあるんですけれども、まあ、今回はこの2月に撮ったということで、まあ、梅のつく公園ということで梅の木公園を通ってきたわけなんですが、まあ、残念ながら梅の木公園には梅が咲いておらず、その先のですね、神社があったんですが、まあ、そこで少し、まあ、お目が見れたなという印象がありますけれどもね、まあ、少しカメラも撮ることができて、まあ、これでも市の梅でも見れただけでも十分かなと、そういう印象がありますよね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。